城下町、熊本城の城下町、辰野城の城下町、和歌山城の城下町城下町とは、日本における都市の形態の一つ。両主の居城を中心に成立した都市である。江戸時代以降は、必ずしも城が中心とは限らず、戦闘を想定しない、行政施設としての陣屋を中心とした、陣屋町もあるが、講義ではそれらも含めて、城下町と呼ぶ。 城下とも呼ばれ、近世以前は、この故障が、一般的であった。成立は、戦国時代に始まる。城の防衛施設としての機能と、行政都市、商業都市としての機能を持つ。近世城下町発展の最大の功労者は、織田信長で、本格的な兵能分離を意図し武士を城下に、強制移住させるとともに、市外に、楽市、楽座を設けて、 商工業の発達を活発にした。さらに、それを発展させたのが、豊臣秀吉で、豊臣政権の政治経済の中心となった大阪城下は、富の集積地となって、陰心を極め、江戸時代に入っても、商業の中心地であり続け天下の台所と言われた。世界各国の大半の城郭都市は、城壁に囲まれた中に城と町が存在する。 それに対し、日本では、堺や寺内町のような堀と土塁で囲まれた都市や、町は、早くから存在していたものの、初期の城下町では、領主の居城のみが堀と城壁に囲まれ、町自体は城壁には囲まれていなかった。しかし、日本においても、城下町が発展すると、経済的及び政治的価値が上昇し、それに伴い城下町を、戦乱から防護する。 必要性が生じた。そのため町を掘り取る壁で囲む総構への構築が増加してゆき、次第に城郭としかしていく傾向を見せた。江戸時代になると防衛都市としての色合いが薄くなり、幕府や藩による政治、経済の中心としての色が濃くなった。江戸時代を通じて戦争がなかったことと大半の藩主家が両主の交代を経験しており、 土地自体への執着が薄かったことが理由として挙げられる。また、城塞としての防衛能力を重視した場所は必ずしも交通の便が良いところではなく公益都市の色彩を強めるにつれ城が放棄され、陣屋などに行政中心が移ったケースも多い。約300ほどあった城下町も人口の規模は様々で金沢、仙台藩のように武士長人合わせて 約12万の大規模浄化もあれば、東北亀田藩のように4000人程度の、小上化までと多様で、多くの場合、1万人前後である。姫路古地図付近を通る、幹線道路のコースを、浄化に通じるように付け替えることにより、往来が浄化を通り、商工業を活性化させる効果を狙っている。ただし、幹線道路は、地形上の有利不利を問わず、権力者の意向を示すために、 城の裏にあたる、絡めて側は通さず、表にあたる、大手側を通した。城下町には、都市防衛の工夫が、随所に見られる。敵の侵攻を防ぐために、川など地形を巧みに利用するとともに、堀を掘り、土塁や石垣を築き、要所には時として、マス型のような強固な城門を設けることもあった。城下に入ると、 幹線道路の両脇に家屋を隙間なく配置させることで城を見えがたくして道を鍵型に曲げたり袋工事を設けるなどすることで城への到達距離を延長した。また、町割りごとに柵や木戸を設けて夜には門を閉めて門番を立たせるなど不審者の侵入を阻んでいた。堀は運河としても使われ物流にも大きな役割を果たしていた。 城下町の立地は、東日本では、川の流域である、河し岸級に多く、西日本では海に面した、川口デルタが多いが、これに加え、彦根、ゼゼ、諏訪藩などは湖に接しており、湖や沼に面した、故障型もある。町割は城を中心に、侍町、足軽町、町人、寺町などが配された。侍町とは、 家臣の屋敷はゆる侍屋敷が立ち並ぶ町であり、基本的には身分の高い家臣ほど城に近い位置に屋敷を持った。現在の地名で山下、上屋敷町、下屋敷町などがこれにあたる。足軽など、軽拝のものは町人地の外側に配されることも多く、現在に残る地名で番町、弓の町、鉄砲町などがこれにあたることが多い。 超人地は、侍町の外側に排された商人や職人の町である。付近の村落を城下に移転させたり、商人や職人を職種ごとに分けて強制移住させた。現在に残る地名では、五福町、油屋町、大工町、火事町、高野町などがこれにあたる。超人地は侍町よりも世帯あたりの面積が狭く、 街道沿いに隙間なく立ち並んだ。このため、家屋は、間口が狭く、奥行きが長い、いわゆる、うなぎの寝床であり、二階建てとなっていた。ただし、二階を生活の場とすると大名を見下ろすことになるので、物置として活用された。さらに、寺町は、城下町の外角に配されて広い寺院が立ち並び、都市防衛強化の一翼を担った。 現在の日本では人口10万以上の都市の半分以上は城下町を起源としている。それらの城下町は大会や戦災、その後の開発などで姿が変わり、王子を忍ぶことのできる城下町は減少しており、全域の区画が減損する城下町は極めて少ない。しかし全域ではないにしろ多くの旧城下町では 城下町時代の区画の痕跡を残しており、蒸気のように敵の進行を防具用に道が区画されていた場合、現在では自動車交通に支障をきたしていることが多い。また、城下町時代の町人地だった場所が現在でも、その都市の中心街としての機能を保っていたり、城下町時代からの祭りや風習を残していたりといった形で、 城下町時代の痕跡が残っていることは多い。江戸時代以前の区画が残る町の多くは小京都と呼ばれる。また近年では江戸時代の面影が残る町を小江戸と呼ぶこともある。ありがとうございます。